エビと貝を使ったアロスネグロアロスネグロはスペインのバレンシア州やカタルーニャ州で作られているイカスミ、イカ、米を用いて作るシーフードパエリアに似た料理である。パエリアネグラと呼ばれることもあるが作り方は同じであっても伝統的にパエリアとは呼ばれてこなかったため厳密にはこの名称は誤りである。アロスネグロはネグロが黒、アロスが 米を意味するため黒米を使用した料理と勘違いされることがあるが、伝統的なレシピにおける材料はイカスミ、イカ、白米、ニンニク、グリーン、キューバペッパー、パプリカ、オリーブオイル、魚介類の出汁である。しかし、現代ではカニやエビなど他の魚介類を加えて作ることも多い。アロスネクロが黒色をしているのは、イカスミの色が反映されているためであり、イカスミは、 魚介類の旨味を増す働きも持つ。アロスネグロは、スペインのバレンシア州やカタルーニア州だけでなく、キューバやプエルトリコにおいても、一般的な料理であり、キューバやプエルトリコでは、アロスコンカラマレスと呼ばれている。また、アロスネグロの派生料理として、フィデュアネグラがある。こちらは、イカスミとパスタを使ったイカスミスパゲッティに似た料理となっており、 アイオリソースと共に供されることが多い。ありがとうございます。